にちは。カベマユミと三姉妹のサニーの玄関先で届いた宅配物を開けるだけのシリーズでございます。いつもありがとうございます。貴重なお時間ありがとうございます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。本当に本当に心の底からいつも申し訳なく思っております。ありがとうございます。それでは今日も開けさせていただきます。すいません。はい、今日はですね、いつものこれコーヒーですね。ドリップのコーヒーです。ただここは初めてです。3種類ぐらいありまして、こう順番にいろんなお店を変えたりしてちょっとこう気分転換してるんですが、今回は初めてのところでお試しセットというのがありましたので、ちょっと、頼んでみました。はい、と言いますかですね、もうコーヒーが切れそうと思って慌てて頼みました。よいしょ。はい、本当はちゃんとね、こうやってこう入れたりこうやったりとかこういろいろやればいいんですけど、もう本当にドリップです。いつもドリップというか、いっぱいずつ入れるやつですね。はい、これなんかカフェ工房さんって名前で、コーヒー豆にこだわっています。味にこだわっています。安全性にこだわっています。低価格にこだわっていますということでございます。で、普通ならバッと開けるともうドリップがブワーって入ってるんですが、ここはですね、今回はまあまあ面白いいろんな種類が、そうそう、これはいいですわ。ブルーマウンテンブレッド、ブレッドじゃない、ブレッドになるとパンですわ。ブルーマウンテンブレンド、キリマンジャロ、はい。ちょっとサニーちゃんのとこ並べさせてもらおうかね。キリマンジャロに、ブルーマウンテン。それから、これ初めて聞きました。バルマウンテン。バルマウンテンですね。バルマウンテン。はい。続いて、これが、ヨーロピアンブレンドですね。あ、サニーちゃんどこまで行けるかな？倒れるかな？大丈夫かしら？これがブラジルブルボンだそうです。大丈夫かな？行けるかな？行けるかな？サニーちゃん。サニーちゃんがちょっと動くともう危ない感じですか？ちょっと、サニーちゃん、一緒、大丈夫？はい。それから、深入りロースト。いっぱい入ってますね。深入りローストだそうです。深入りローストが乗るかな。そろそろ限界です。そろそろ限界です。限界です。サニーちゃん、もう一個ありました。これがカフェインです。カフェインです。これは普通よりちょっとちっちゃいですね。これ一個何個入ってるんですか？これ一つずつに、これサニーちゃんお願い、ちょっと待ってね。はい、あなたがほんとじっとしてるワンちゃんでよかったわ。他の暴れん坊のワンちゃんだったら絶対これ倒しますよね。これね、ちょっと待って。これ乗せるのが怖い。これ乗せるのが怖いです。ちょっと待ってね。はい。ドリップコーヒーお試しセット1980円で、これ何個入ってるんでしょうか？これ1個に、何個？これ7袋だそうです。これは？これが？タニーちゃん、ちょっとごめんね。10袋。10袋ということは、これ全部10ですよね、きっと。1、2、3、4、5、6、67袋ということです。微妙になんか違うんですかね。ちょっとよくわかりません。後で調べて。書いておきますね。ということで、これカフェインです。ちょっと載せます。サニーちゃん。やばい。絶対倒れる。やっぱりダメでした。はい。じゃあ、カフェインですが、落っこちてしまいました。ここまで来たんでね、乗せたいですね。乗りました。
乗りましたね。タミちゃん、ごめんね。こう斜めになってますね。はい、ということで、今日は美味しいコーヒーが届きました。ありがとうございました。ありがとうございました。